ではごゆっくりお楽しみください。こちらドトールコーヒーの春フェア商品6品を飲食したいと思います。こちらが宇治抹茶のミルクレープ、桜オレ、桜抹茶オレ、桜タピオカ、もふわらび餅にドリンクと抹茶ドリンク、そして桜カステラ。食べるも飲むも桜と抹茶がいっぱいですね。美味しそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。クリームは溶けると嫌なのでラテからいただきますね。では飲んでみます。完全に来たことあるような雰囲気出してますけど、レビュー初めてでしたね。桜の味も抹茶の味も春を感じられて美味しいです。この飲み物はどちらも桜味の方はほんのり塩気と桜の春の香りが口の中に広がってきて甘めで美味しく、宇治抹茶の方はどちらかというと桜との対比させるため苦みが強い宇治抹茶でしたね。なので甘さ控えめで大人の味といった感じでどちらも美味しかったです。でコールドドリンクの方はわらび餅入ってるのでちょっとつるんとした食感もあって、ちょっと前に入ったタピオカドリンクのような、でもそれともちょっと違うような食感の変化を感じられて美味しかったです。これはもう好みで分かれる面があってこう落ち着けがたいので全てこちらもテイストさせていただきます。でこちらの桜カステラ、こちらは口に入れた瞬間に甘さだけじゃなく桜の味、大人の味わいが口の中に広がってきてほんのり塩気もあって美味しかったですね。あっさり食べられるのも良かったです。ただちょっと物足りないかなと思う部分がありましたね。まあ大きいサイズもあるんですけど、ね、今回はこちらの点数させていただきます。で、最後ドトールのミルクレープ宇治抹茶バージョンですが、もうドトール目玉のミルクレープというだけあって生地がしっかり感じられて、中に入っている抹茶クリームも俺と同様に甘さ控えめで抹茶のうまみが感じられる抹茶で美味しかったです。甘いのはまた違う抹茶ケーキを求める方にはおすすめですね。でところどころに入っている小豆もしっかり食感が出ていて美味しかったです。さすが目玉商品は違いますね。というわけでそれはこちらの点数とさせていただきます。どれも美味しかったのでドトールの春感じてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。